私、特命係に任命されてから特に何もしてないんですけど、特命係って一体何をするんですか？いやー、なんでも警視庁にスパイが紛れ込んでるらしくて、まあそれを捕まえてほしいっちゅうことで、まあ、一人は無理やってただこねたら、にじちゃんと五十嵐ちゃんが選ばれたんや。そうだったんですね。でもこう、毎日こんなに暇だと体も鈍ってきちゃいますよね。どうせスパイなんか、誰かが流した偽情報やと思…あ、確かに体鈍ったらいざスパイが現れた時に対処できへんもんな。今からコウタロウ流トレーニングを始める。コウタロウ警部のそんな真剣な顔初めて見ました。コウタロウ流トレーニング、ぜひ教えてください。よし、最後までついてこれるかな。まずは地獄のスクワットからや。了解です。1、2、3、4、5、6、7、8。今パンツ見てましたよね。見てたでしょ。いや、見てないよ。そんな見てましたよ。見てないよ。ふざけてないで、今日も相棒を決めるための実戦があるんですから、行きますよ。あかん、あれかなりの淫乱女やで。ウェイ。なんすか？おはようございます。おはようございます。今日はあれですか、にじちゃんは。はい、まあ、リセットというか設定変更はしてんのかな、うん、毎日設定変更はすんのかな。どういう意味ですか？いや、この内部、この内部的なところ。内部、うん、どういうことですか？設定変更してんのかなと思って。意味わかりませんよね。どういう意味で、パンツの変更はしてんのかなあ、そういうことね、ええ、あ、それは毎日ね。あ、まあ、ですか。違いますよね。え、この間は何履いてました？ノーマル。この間はそうですね、 A タイプですね。 A タイプ、はい。今日は何を履いてはるの、ちょっと見せてもらっていいですか？今日はなんで見せないといけないんですか？今日はどうですか、気合入ってますか？まあ、普通ですよ。普通。あ、まあ、うん、119%ぐらい、はい、119% 履いてるんです。あ、そうそう、116%。 116%、まあそれでもなかなかやね。そうですね。どんなやつなんですか？まあ、ティーバッグなんてなんてティーバッグティーバッグ履いてんの、はい、ティーバッグ、はい。ちょ、声これ並んでる時に声ティーバッグ、はい、はい。ハイスペックやね、なかなかの。そうですね、結構ハイスペック。ティーッキー純造 2.8 枚ぐらいはある感じやね、それは。そうですね、今日は 2.8 枚ぐらいで116%。色は？色、言わないといけない。色、やっぱ気になるし。レインボーですね。レインボー、レインボー、レインボー、高継続率これ。これ確定数。マジっすか？はい、もうプレミアス。あら、レインボーのティーバッグを履いてると、はい、ちょ、声でかい。本番やめてください、もう周りに。ああ、そうですか、わかりました、わかりました、はい。じゃあちょっと楽しみですね、これ。これ絶対今日見たんねん。やめてくださいよ。相棒。はい、ティーバッグということで、もうこれはね、コウタロウアイをいきなり発動させるしかないんちゃうかなと思って装着しちゃいました。これでちょっと期待値置いたいと思います。はい、入場でございます。入ってきました。さあ、まずここです。超広角状態の期待値の塊の階段でございます。これ、コウタロウは EX カッコ仮をつけてますから、これでね、これでどう映ってんのかな、ちょっとどう映ってんのかな、わからへんけど、116% を拝みたいと思うんでね、これ。拝まんと今日はあかんでしょ、これ。もうちょい、もうちょい置こうかな。これね、これタイトやねんな、タイトやから見にくい。あかんわ、あかんあかんあかん。この辺から。どう？ティーバッグ見えとる？いや、ちょ、見えてへんな。ギリ見えてへん。むずいな。これむずいな、おい。この辺から行こうか。あー、天井行っても
もうた、天井到達してもうた。どうかな、これ映ってんのかな映ってないか分かんないですけど、まあ、とりあえず期待値は終えたかなとは思うんですけど、まあ、またね、またしばらくしたらこれまたどっかで発動させようと思ってるんで、ちょっとティーバッグをミントね、レインボーのやつね、はあ、とりあえず台選びに行こう。あ、じゃあとりあえず一旦ちょっと台の位置とか変わってるので、ザクロのリセットチェックから。おーっとリセット、2台目です。マジリセットです。前回お邪魔した際にザクロが全部末やったんですけど、今回全部リセットになってますね。もしかしたら日によって、リセット、ランダムリセットを機種ごとにリセットかけてるかもしれないですね。僕の、トモですね、学園チェックします。よし、あーしましたね。会いたかった。おー、あーレア役この女です。どうで、あーごめんなさい、もらっていくぞ。うん、スイカ、今日スイカです。失礼しました。今取りこぼしちゃったんですけど、スイカ今広角で強スイカだったんで、だいたい 50% 約 50% ぐらいで当たるのでって言ってたら、はい、打ちたい、打ってきました。おー、ラオイト頼むぞ。まさかガックンチェックからこんなところまで発展するとはな。ちょっと待って、ほんまにあーっとどうじゃ、うわー当たった。はい、スタートから39ゲーム投手1本で当たりました。学園チェックからの広角チェックで全部回っていくつもりやったんですけど、ちょっと強スイカで当たっちゃったんで、このままできます。まあ、虹ちゃんはなんかまた朝一設定変更とかチェックしてんのかな。で僕はね、打ちたい台があるんですよ。巷では面白いと、なんか万枚報告もちらほらあるという、このこれセイクリッドセブン、ちょこれね打ってみたいなと前々から思ってたんですよ。ちょ打ちますわ、もう台別にどれでもいいから、この真ん中これ取ります、これでいきます。打つんですか？セイクリッドセブン打ちますよ。ちょうどたまたまなんですけど、はい、私の友の隣もセイクリッドセブンなんですよね、孝太郎警部。そうですね、はい、そうですね。え、何？え、刺してくださいよ。刺してください。え、隣で打てってことですか？そう、まあ、全然打ってくれても構わないんで。あ、ほんまですか？はい、え、別にどっちでもいいけど。まあ、ここはもうね、それは寂しい。それ寂しいんやったら別に隣に行くよ。全然寂しいわけじゃないけど、お願いして隣で打ってってお願いして。全然寂しいわけじゃないんですけど、まあ、並びで打った方がいろいろね、上司と部下のコミュニケーションも取れるかなと思うので、隣で打っててささやいて、孝太郎ポイント10ポイントぐらい上げるし、10ポイントですか？甘い声で、甘い声で、はいはい、隣で打って。あ、じゃあもうちょい、もうちょい、ささやく感じで。ちょ、もう切れそう、ほんまに切れそう。ガチ飛んで言うなやもう一回隣で打って。まあ、しゃあないわ、しゃあない。もう変な汗かいたって、もう朝から結構胸焼けがすごい気持ち悪いっていうことなんで、ちょっと隣行きますわ。隣なんでね、うん、はい、じゃあ行きます。これね、一応ね、朝一設定変更されてればさあるんですよね、設定差。
工学以降が 30% から 50% ぐらいかな。で、調校以降がめちゃくちゃさあるんですよ。だからそれちょっとカニ歩こうかなと、なんか適当に選んだ割には思ってたんですけど、まあまあまあ、とりあえずこれね、隣で売ってほしい言うんでね、打とうじゃないかと。はい、じゃあ無事孝太郎警部を思惑通り隣に座らせることができたので、このまま打っていきたいと思います。だよ、あ、あり、ラオウ、やばい、やかんやつもう愉快な気持ちになってくる。強烈なん食らってもうたな。あー、クマも動いてないな。はい、牛乳吹きましたはい、ワンセット42ゲーム129枚で終了です。はぁ、何すか、何してんの、何がですか。いや、君が当たったからもうここで振ってるわけじゃないですか、はい、もう終わったんや、なんやったら。あ、すみません、なんかもうこれ移動すんねやろ、どうせちょ、何してんの、バレてる。しかもさ、はい、このさ、足にこのカバン置くのやめてくれへん。なんでですか。いや、見えへんやん。気分よく打てん。別に私、孝太郎警部に見せるために履いてるわけじゃないのですか、と。じゃあ何のために履いてるんですか。まあ、視聴者のためでしょうが。じゃあここにかけといて、こういうスタイルでいこう。あ、見せ、そんなに見せないといけない、じゃないと、あ、すげえ短いよ結構あのティーバッグ見えかけてるよ。やばいやばいやばい、すごいことになってるよ、これ。すいません、これでいこうな。え、わかりました。じゃあ、床に置いて、単発で終わって、そんなん置いてたらあかんで、膝に。わかりました。いい加減にせよ、ほんま。いや、本当すいません。まだまだ未熟者なんで、頑張ります。いや、でかいよ、結構。乳してるよね、この子。この細さで、この乳はすごい。そう、で、思い出した、にじちゃんが自称 D カップって言ってるでしょ。で、五十嵐ちゃんも D カップなんですよ。まあ、僕これ相棒の収録、今3回目で1人ずつもうね、やらせていただきましたけど、明らかにでかさが違うと思うんです。これは思ってんのは僕だけじゃない。これはどっかで僕今日確かめたら思ってるんで、そろそろお出かけなし、バス測ったら思ってるんでね、どっかのタイミングで準備できて。本日の商品はありがとうございます。やっぱ真相を究明しやんとね、嘘つきはあかんと思う。それはもうマイナスポイントになるし、あ、すいません、ちょっと回しすぎちゃったんですけど、ちょっと前代学園チェックだけ、他の誰も座られてないうちにね、したいと思います。ちょっと見ましょうか。中央1台、2台構成なんですけど、1台が打たれてるので、こちらの朝1台をバックにチェックします。うん、せんかったな。中央は末置きの可能性があると。じゃあ、こちらのヘルシングバックにチェックします。バックチェックしたかな、ちょっとね、全体的にちょっと見て回ったんですけども、バラエティが、据え置き、学園してないで、まあ、3台構成とか4台構成とかメインで使われてる機種が前代今のところ学園してるので、もしかしたらメインで使われてる機種はもう前理性かも、力を入れられてると思いますので、どうしようかな。
今コータロケーブが売ってたセークレットセブンなんですけど、あれも、リセットで高設定の場合は朝一昇降に行く可能性があるので、降格スタートの可能性も、まあ、高設定だと2分の1であるので、ちょっとセークレットセブン見に行っても大丈夫ですかね。あの朝一超降格、リセット時に超降格に移行する確率が設定差があって、朝一超降に移行した時点で高設定の可能性がぐんと上がります。ただこれはちょっとしてないですね。まあ薄いところなんで必ずしも行くわけじゃないんですけど、はい、ちょっと超降、まあ、超降狙いって言ってはあれなんですけど、降格希望もなければ、はい、学園ステージに抜けちゃったんで、うん、ちょっとあの隣の台も朝1台なんで見てみたいと思います。じゃあ2台目ちょっと超降、まあ薄いけど期待して、ちょっと、はい、ちょっとあなたはさ、はい、じゃあなんで何してんの、何をしてんの君は。ちょっとあのさっきからちょろ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 移動してさ、コウタロケーブも朝にやってたリセットチェックをしてます。俺朝リセットチェックとかしてないよ。いや、あの私のパンツのリセットチェックとかアホみたいなこと言ってたじゃないですか。あなたのリセットチェックね、設定変更で今またちょろちょろしてると。そうですね。じゃあもうええよもうそんなん。もう何でもいいか、もうこれじゃ売ったらええやん。何でもいい、何でもいい、でもリセット状況を把握するのは大事だと思うんですよ。いや、リセット状況も把握したんやろ。まあはい、大体リセットが多いわけでしょ、はい、大体、はい、じゃあもうええやん、もうそれで満足やん、設定変更やん、はい、もううちやこれ、ごちゃ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 やらんと、もう売ったらええわな、ほんま。わかりました、わかりました、はい、もうこれうち、はい、ああ、なんで僕は今日自然と若干キレキャラになってるんですかね。なんかわからへんけど、なんなんやろ別にそういうので行こうと思ったわけでもないんですけど、本日の商品はありがとうございます。いつも強気でにじちゃん来るからさ、ちょっと曲げやんとこかなと思って、部下に舐められてあかんからね。はい、気を出してくれたんですもの、マリアちゃんといる時のコウタロウ警部、はい、全然違いますよね。全然違いますね。あのちょっと不服なんですよね、その態度の差というか。それはなんでか言いましょうか。おっぱいでしょ。おっぱいじゃない、おっぱいじゃないよ。何ですか。いやでもおっぱいやでしょ。おっぱいやわ。あのじゃあ君が変な嘘をつくから僕は怒ってるんです今日。変な嘘、変な嘘。私コウタロウ警部に嘘なんかついたことないですよ。いや君はずっと今まで D カップって言ってたやんね。でこの間僕は五十嵐さんと共演させていただいて、本物の D カップっていうものを見ました。本物って、明らかに違う。全然違った。だからじゃあ分かった、あのそこまでなんかそれ怒ってる理由はそこなんですよ。嘘をついてはる君は、はい、だそれが真実かどうかちょっと証明しませんか。どうやって証明するんですか。測ります。測る、はい、胸を、胸を測ります。だそうすればわかるじゃないですか。もうそんなこと許されるんですか。許されます。この番組大丈夫です。大丈夫じゃないです。いやこれはほんまに、え、じゃあもうだからずっと僕怒ってる、もう嘘つきやと思ってるもん。怒られますよ。いや大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫。じゃあそれでもう白黒はっきりつけましょう。はい、受けて立ちます。はい、測りに行きましょう。了解です。はい、では、はい、身体測定のお時間がやってまいりました。なんか身体測定っていう響き嫌ですね。ちょっとね、まず下測ろうかな。ちょっと下測らせてくれ。あのこのミニスカート膝上ちょっと何センチあるのかっていうのも、ね、やっぱ気になるとこやからさ。うん、なかなか短いね。20センチぐらいかな。20センチ。ちょっとじゃあ上行こうか。もうほんまに測るんですか。ほんまに測るんですか。ほんまに測る。髪の毛こうやってもらって。すごい嫌なんですけど。髪の毛こう言っとくけど本当にセ
クハラですからね、触らないでくださいね。触りません、触りません。ちょっとじゃあ一回ちょっと自分で触ってみてください、どんなもんか確認。あ、どう今日も D？ 別に普通いつも通り。ちょっと怒ってるんすか？怒ってる。あのね、こんな茶番してる暇があったら私は期待値を少しでも置いたいわけなんですよ。何がや、これは俺の期待値や、これ期待値の塊やがな、これはもう。はい、ちょっと待って、胸の下にずれてるから、ちゃんと見てください、はい、トップね、トップ、はい、これ D カップって大体僕の中で87ぐらいはあると思うんですよ。はい、ほらちょっと見てください、これ分かります？81にしかない、 81.5。 結果出ました、はい、もうあなた A カップ確定でございます。最低、本当に最低、変態ほんまに最低ですよね。変態って80だって AB なわけないじゃないですか。バリ怒ってはる。ちょこれさ、ちょ待ってこれ納得いかへん、納得いかへんって、こんなもう私は、あ、荷物忘れてきた。だってさ、嘘ついたのあっちやん、 A カップやん、どう考えても B か A やん。戻ってきた。ちょ、なんなんほんま、腹、俺が悪いっすか？大体この間も新人のマリア刑事なんかほらもうデレデレしてたじゃないですか。なんかもうあんなに鼻の下伸ばして喋る怖いもん、警部なんて本当に見たことないです。ほら絶対愚痴言ってるんやろ。最低すぎる。大体男の人にバスト測られるなんて本当に最低、もう初めて。本日の商品はこちらの何ですか？じゃあごめんって、ごめんって、俺が悪かった。どうございます、俺が悪かった。どういうところが悪かったですか？ちゃんと反省してる点を言ってください。いやちょっと レディーに対して、はい、ちょっと失礼やったかなって思った。じゃあもう怒らんといても、これからもほんまもう優しくするし。コウタローポイントください。なんぼ欲しいんです、なんぼ欲しいの？200ポイントください。あげる。じゃあもう今回はそのコウタローポイントに免じて許すんで、ちゃんとしてもらっていいですか？はい、はい、わかりました、わかりました、ごめんなさい。はい、もう怒らんといてくださいね。はい、もうビンタとかやめてください、ほんま。あのおっちゃんびっくりするんで、本当に、はい、あ、そうですね、楽しくね、楽しくやりましょう、はい、そうですね、うん、楽しくやろう、うん。はい、もう、わあ、びっくりした、びっくりした、ちょ、めっちゃ派手やん、めっちゃ派手やん、リールロック、えげつだな今の、びっくりしたわ。え、さすがに強チェとかでしょこれ。おう、強チェリー120ゲーム。え、これボーナス重複あるんじゃないの？本日の商品はこちらでございます。セットされました。まあつけばつくほどチャンス。これならアイバ財団がお買い上げです。本日の商品はこちらで、アイバ財団がお買い上げです。本日の商品はこちらでございます。あ、当たってる。これボーナス一角なんですけど、どうだろう、青頭、外そうか、外しましょうか、なんか演出みたいですしね。メデューサ、アルマ VS メデューサ、うわーすげえ、うわ赤、いきます、そい、やりましたよ、強チェリー重複、126ゲーム、総投資10本、よっしゃ、ビッグボーナス、おい、ブシュンって言ったんですけど、これがブシュンブシュンブシュンっていくと、あ、残念、そこまでいくとエピソードに発展します。
でエピソードに発展した時点で ART 期待度は 50% で、そのエピソードもしくはあとは7揃い。あーもう1個来たら、おー来た来たよ、エピソードエピソードチャンス。さあこれがエピソード1から6まであるんですけど、5、6ならばもう ART 確定。何来ます、何来ます。1や1や1なんや。でも一応期待度3ある。あこれエピソードも8ゲームと16ゲームあるんですよ、ショートドロン。これ今16ゲーム選ばれてるんで、エピソード1でも期待度 80% あります。これもいけてると思いますよ。大丈夫やろ多分。これ外したらへこむ。さあここプッシュ、 なんかあんま普通のプッシュかなこれ。いきます。いや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 、 80% ありますからね。 80% 以上でしょ。復活とかあんのかな、ないんかな。ない外した。いや俺絶対外さへんと思ってた。外した。え、今もしかして最悪や。エピソードチャンス外しました。エピソードチャンスロングバージョン外した。1やったけど 80% やろ。私ほんまに外してる人初めて見ました。いや、うん、普通外さへんよね。あれだって8ゲームとかでも全然熱いっすよ。そうっすか。何してるんすか。いや、おごってあるんすか。おごっ、すいません、すいませんでしたすいませんでした。へこんでんの僕なんですけど。ちょっとちゃんとしてくださいよ。いや、ちゃんとすいませんでした、ね、いや、これ外したらあかんよな。今のはちょっと外したまずいやつですね。あー、へこむ。え、これってもしかして確定？ちょっとこのデメ初めて見たんですけど、チャンス名ならこうなんですよね。7、2つなんですよこれ。待って、しかもさ、ちょっと待って、私が目指すのは ART やねん。あー当たってるけど、あとなんかボタンチャンスアップ。あ待って、ワンちゃん、うわー、ちょっと待って、わかった、やっぱり、はー入ったー、よしよっしゃ、ナイス、ありがとうございます。僕無理だったんで。コウタロウポイントは、コウタロウポイントはもうこれ100ポイントあげとく。100ポイントありがとうございます。100ポイントあげる。頼むわ、伸ばしてくれ。 OK ぜ、もうガンガンポイントあげるから。 OK ぜ、うん、頼むで。ええとこ見して。頑張ります。この台のええとこ。 OK っす、頼む。やっぱり、ボーナス終了時にの抽選に当たってたみたいです。はい、確実にじゃないんですけど、ここがちょっとずつ増えていって、ここまでいくとセブンアップ、つまり継続率が 7% アップします。最低 40% なんで、準備中にいかに上げるかですね。いい感じに上がってきてるから、このままセブンアップ行きたいところなんですけど、ただここのセブンアップアビリティがないからといって最低継続率確定っていうわけじゃなくて、必ずしもリンクしてないので。
耐えて耐えて。おっ、おっしゃー、セブンアップ。これで最低 47% あります。あ、これボーナス当たってるかな。当たってないか。だからそういう意味で ARG に入ってしまうと結構良心的なんですよ。やってくるからお願いします。ザックロー、ちょ、打とうと思ったんですけど聞こえません。アメージンググレースが流れてる。これは神のお導きじゃないですか。これアメージンググレース流れてる。ちょ、見に行こう。ちょ、気になるんでちょっと見に行きましょう。ちょっとね、ちょっとだけね。もうわからん。これこれいい、これでいい。はい、これゴッド狙いで、今んとこ言ったら1回目にゴッド引いてるわけですから、2人合わせたらね、2度あることは3度あるゴッド狙い、いきます。はい、いいところが見せられず2セット467枚で終わってしまいました。すみません、復活もなしか。まあ、ただ ART 引き戻す可能性があるので ART の後は様子見た方がいいですね。はい、こんな感じでちょっと ART が終わってしまったので、で残り時間がそんなに余裕がないということで、ちょっと店内見て回りたいと思います。じゃあ行きます。もうい、え、何してるんですか。いやいや、ゴッド狙いや。アメージンググレースが流れてんのよ。知ってます。神のお導きや。え、怒ってんの。めっちゃアホみたいな顔してますね。アホみたいな顔してる。グッド、それひどない。ちゃうやん、ちゃうやん、それおかしいやん。グッド狙い、僕だってこの今50本負けてる状況をまくろうと考えた末の5。頑張ってください。はい、また後で。はぁ、あの女マイナスポイントや、こんなもん。どういうことや。まあいいわ、もう、はい、生きるか死ぬかの戦い。死ぬ方が圧倒的に確率は高い。でもいい、もう知らん、行く。あ、開いた。ちょっと僕のいつもの定位置開いたんで移動します。もう気分の問題ですけど移動。はい、角のもう打ちやすいところ、まあ1回当たって今354ゲーム、ここ居心地いいんでこっち移動します。さあ、はい、ちょっとですね、もうアホ上司がゴッド狙いとかアホみたいな顔してアホなこと言ってるので、私もアホになろうかと思います。じゃん。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、なんや今、ちょっと見に行こう。
かしないっすかあれ。あんだけ僕に言うて、もうセイクリッド戦も終わってるやん、これハーデス打っとるやん。ちょ、手振って何してんの自分。え、じゃじゃじゃ、さっきまでセイクリッド戦もやっと当たった言うて、じゃ何し、なんでハーデス打ってるんすか。上司を見習ってゴッド狙いをしようと思いました。いや、そんなん言われても。で、じゃあもうあれね、はい、すぐ終わったっていうことですか。いや、私はあのどっかの補聴室と違ってですね、ビッグボーナスも2回引きましたし、はい、RT も一応2セットですか。あ、2セットで終わった。2セット、うん、何百枚、500枚ぐらい、500枚ぐらい、500枚ぐらい出たんですね。で、まあ、グッディデイとかアホみたいなこと言ってたから、私もちょっとゴッド狙う。だからアホみたいなことを言ってたから、アホみたいにちょっと乗っかってみようかなって。まあ、あの上司の言うことを見習ってっていうところですかね、うん、目標。あの、でもあんまりバカにしたら、まあ、コーダローポイント減点あるからね。それはあんまバカにせえへん方がいいんちゃうかな。一応上司なんで、一応リスペクト、リスペクト、リスペクトでええの。はい、あ、分かった、尊敬してます、ありがとうございます。しかもこれ前五十嵐さん打ってたとこやわ。やばい。五十嵐さんここでゴッド引いたわ。ハードル上げないでもらっていいですか。で、僕この間そこで同じとこでゴッド打って赤7引いてるんで、ちょっとなんか起こるところやから、あのハードルの上げ方マジ下水でやめてもらっていいですか。いやいや、下水とかじゃなくて、ここはだからもう一回また思い出して、ラブタックやから、これもうギスギスまたし始めてるから。仲悪い。そう、仲悪いねん、なんかこれあかんから。そうですよね、うん、ちょ、頑張ろう。ゴッド引いたらまだ勝てるから。え、外線打つんですか。外線打ってます、もう。あ、そうですか。ハーデス打つんでしょ。はい、ゴッド頑張りましょうね。頑張ります。ほら、ちょ、テンション上げていこう。試合が来るぞ。ああ、オッケー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 。もうパンツ見しとけ、パンツ。いや、それ違う、あのそれは違います。あれ、ティーバッグ違います。もう、はいはいはい、せっかくレインボーのティーバッグをさ、履いてんのに。分かりました、はい、もう打ってきてください。はい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 。でっかい声でレインボーのティーバッグ言うな。よっしゃ。ここでバット当たり引けたらいいんですけど。はい、ニアカーチゲーム持ちメダルですね。だから投資が今23本かなで当選。いいんでね。よっしゃ、一発、はい、二発目、さあ三発目、オッケー、決めよう、四発目、もろた。598ゲーム、総投資37本でございます。あ、とりあえずね、とりあえずですから、こっからですから、スタート地点白。コインを増やしつつ確定役を狙っていくぞ。
276枚です。あ、まあまあまあしょうがないです、しょうがないです。とりあえず初当たり引けただけマシと思っておきましょう。相棒の台を打ちたいと思います。もうゴッド狙い諦めましょうよ。いやもういいでしょ。いやもう良くないねんて。いやでもさ、今ちょっとモードいいかもしれんから、じゃもうちょいちょっと打たし、最後までちょっと粘らせて、時間いっぱい粘りますか。粘りたいんです。じゃあちょっともう先に、あ、 A タイプですか。といても大丈夫です。あ、分かりました、分かりました。 A タイプ行ってもらってもいいんで、あとですぐ来てくださいね。あ、分かりました、分かりました、はい、これキリツイダー行くんで。了解しました。 あとさ、はい、僕今、あ、ひらめきました。一つひらめきました。絶対いらんこと言う顔してる。ちょっとね、今日孝太郎愛まだ使ってないでしょ。一回あの朝っぱらしか孝太郎愛、ちょ、これもう一発言っておきましょう、はい、寝起きドッキリしましょう。寝起きドッキリ、寝起きドッキリや、寝起きドッキリや。え、どういうの思いついたわ。え、すいません、どういうことですか。孝太郎警部、ええの思いついた。寝起きドッキリ、ちょ、行こう、とりあえず行こう。え、外や、これは外。あのさ、はい、俺3分後ぐらいに車行くから、はい、ちょ、車入ってちょっと寝といてくれへん。寝といてくれへん、寝起きドッキリするから。ガチで寝たらいいんですか。ガチで寝といてくれへん。3分で、うん、3分で寝といて、3分後に行くから、開けに行くから。ドア、あ、まあ、何言ってるんかあんま分かんないですけど、うん、とりあえずやってくれる。それで、はい、うんうんうん、分かりました。 OKOKOK、 じゃあさっき言っといて。さあ、僕、人生初の寝起きドッキリを今から仕掛けに行こうと思います。一体どんな格好で寝てるんでしょうか。さあ、行きますよ、行きますよ。相棒セカンド、これでちょっと包
ず行ってみよう。寝てるかどうか。ちょっとね、ちょっと耳とか、あ、ちょっと笑ったように今見えましたけど、そんなことはないはず、寝てますから。ちょっとこの辺とか、これ、ほら、兄ちゃん、兄ちゃん、はい、寝てた、寝てました、寝てました、はい、完全寝てたね、うん、もうちょっと起きようか、ちょっと戻ろうか、そろそろ、はい、そろそろ戻ろう、よう寝たやろな、寝ましたね、もう体力も回復したし、うん、まあもう一頑張り、行こうか。変な夢見ました。変な夢、どんな夢見た。なんか自称 A、 自称 D カップとか、あ、なんか今日は寄せてるから胸がでかくなるとか聞こえました。 あれやな、ちょっと朝いろいろあったから、あのそのトラウマやな、ちょっと夢見ちゃったな。そうかもし、なんですかこれ。違う違う、なんでもない、なんでもない、これはなんでもないよ。行こうか、実践行こう、行きましょうか、うん、行こう行こう行こう。相棒、今、まあ、これ823ゲームまで回してきてるんですけど、タイムアップらしいんで実際終了みたいなんで終わります。もう時間も残り少ないということで、花火ちょっとあの緊張しちゃうと下手くそになるかもしれないんですけど、お手柔らかにお願いします。あー残念。はい、というわけでもう時間来ちゃいましたので実践終了したいと思います。相棒、相棒、お疲れ様でした。お疲れ様です。終了いたしました。お疲れ様です。疲れましたね。なんか今日疲れましたね。なんかね、こんだけ弾けへんかったの、ちょっと久しぶりじゃないかなっていうぐらい当たってない。なんか吹けましたね。あ、朝と終わりで受けました、うん、なんかすごい年、一気に10歳ぐらい、そう言われた、あなたも受けました。じゃあ、かん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 、いや、ね、今ちょっと夕方やから多分よれてるとかそういう感じなんで、あ、すいません、ちょっと化粧のノリが悪くて。ただそういうことなんで、ほんま今日はね、おっぱい持ってまで来たのに、気合入れて来たのに。おっぱい持ってたって言わないでください。持ってないですよ、別に。持ってたやん。持ってないです。まあいいですよ、とりあえず。とりあえず結果からいきましょうか。はい、僕の結果の方はですね、まあ行きました、うん、48本、あ、46本、のち2300枚、回収ゼロです。やばやば、バリやばない、やばこの短い実践時間でよ。え、やば。一方、にじさんの方が、はい、私は投資が1550枚、はい、回収ゼロ枚のマイナス1550枚です。だから2人でトータルマイナスの3850枚と、やばいですね。素晴らしい結果になりました。はい、素晴らしい、もう一周回ってね。あー、なんか逆にでもまあスッキリする部分あるんですよ。うん、そこまでストレートに行くとね。あ、まあまあまあ逆にね。うん、ねえ、そんなことはないですか。スッキリはしないですね。スッキリはしない。あんま当たり引けんかったもんね、ほんで。A タイプは引いた。引いてないです。もうやばいやん。今日ほんまにやばくて、あの多分朝一の初当たりの速さに全振りしたと思います。あ、そうか、ともか、じゃ忘れてましたよ、ね、あれがピーク、あれピークいや、もっとね、あれ伸ばしてくれると思ってた、セイクリッドセブン、ほんまに、いや、私ももっと伸びてくれると思ったんですよ。すいませんでした、本当。え、パーセンテージあんま上げれへんかった。 47% 止まりでしたね。1個しか上がってへんよ、ほんまそれって感じですね。ががそうですか、まあ残念な結果やったんですけども、それで、まあ、まだあるじゃないですか、コウタロウポイント、
あ、ほんまや、コウタロポイントいくつですか。まあ稼いだと思うでしょそんな稼いでないと思うよはい、発表します。ドン、コウタロポイント240ポイントでございます。多分これまた適当ですよね。適当です。40ポイントっていう振り分けなかったし、振り分け、振り分け、それは減算されてる部分があるのよ。伝えてないけどどっかで減算されてる部分があるからさ。めっちゃ陰湿ですね、うん。まあまあ稼いでた方よ、これは。2字で適当に書き換えたんでしょ、また前と。まあ、2字で、前突っ込んでくれへんかったな、24ポイントやったけど。少なすぎて。あ、少なすぎて。本気で殴りたくなったから、それを抑えるのに。なんかさ、やっぱちょ、ほんま S っ気あるよね、君ね。S なんすかね。インラン女なんすか。ん？ん？ 240 ポイントね。ありがとうございます。はい、240ポイントということで、はい、まあ、サマイ数と。うん、まあ計算しましてマイナスの3610ポイントだ。やばいよこれは。これやばいですね。さあつきましたよ、五十嵐ちゃんと。悠々しき事態ですね。悠々しき事態でございます。これどうしますか。もう次回抜きますか。全裸実践ですね。全裸やで。てか次回が言ったら、まあ、最後ですからね。あ、そっかそっか、そうですよね。これ2回目終わったんで、うん、次回が最後か。まあでもただ 119% で本気でのブラのパンできてもいいんじゃないかなと。ワンチャンあります。ワンチャンあります。ワンチャンありますはやばいですけれども、はい、じゃあもう容赦なくノーバンのオブラでくるんで、容赦なくやってくださいと。はい、もうベアーって水とかかけて透けさして。知らないですよあなたそんなことやって怒られるかな、これ怒られるかな。まあまあまあそれぐらいの勢いでじゃあやってもいいっていう、はい、でも最後の最後なんで、ね、ちょっと後悔はしたくないので、うん、もうやりきりたいと。わかりました。お互いじゃあやりきりましょう。もうね、もうぜほんまに全、うん、気持ちは全裸でいきます。気持ちは全裸。じゃあ僕も気持ちは全裸で、はい、いつもじゃないですか何がいつもじゃないですか。別にそれ僕全然全裸じゃないですよ。いや気持ちいつも全裸じゃないですか。気持ちは全裸やけど俺も本気で全裸で来るかもしれんし、全裸人生2人でね、ちょっと面白い。アダムとイブですか。アダムと生まれたての姿をさお見せしようやそうですねその気持ちでね、その気持ちで挑みましょうと、はい、ということで、はい、じゃあ次回は、また変わってね、うん、五十嵐マリアさんがマリアちゃんねということなんで、はい、また次回も楽しみにしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ほんまにあいつセクハラしか脳がない親父やな。まああの調子じゃスパイ見つけるのなんか到底無理やろな。いやーまあ今日は負けてもうたけど、やっぱそれ以上に楽しかったな。にじちゃんの生足は、うん、やっぱり、うん、いいよね。まあで次回は、10月28日に五十嵐マリアちゃんとティアラ水穂台で実践や。うん、やっぱね生足もええけどおっぱいもええからな。次回も楽しみやな。相棒、最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回から、はい、なんと、はい、コメント、YouTube 欄に書いてくださっているコメントを、まあ、にじさんの回ならにじさん、五十嵐さんの回なら五十嵐さんが、まあ、僕はお邪魔なんで入らないんですけどコメントを全て返していくということなんで、はいはいはい、皆さんぜひぜひどしどしねコメントをいただければなと思います。でですね、はい、僕ら Twitter もやってるんですよね。はい、はい、やっぱ増えたら嬉しいですよね、フォロワーさんがね。嬉しいですね。ぜひぜひ皆様フォローの方していただければなと思います、はい、そしてですね、チャンネル登録の方も、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。どうぞ。